そろそろ人の動きが出てきたようですね。ぼちぼちみんな帰り始めたんですかね。ここホテルもついてるみたいですけど、一般客も多いでしょうから。ホテルですか。予約は取ってませんよ。そうなのですか。朝も行ったじゃないですか。そういうことは考えてないって。本気だったのですね。てっきりそうは言ってもということかと思っていました。その言い方だと誘ったら OK してたっていう風に聞こえるんですけど。拒む気はありませんでしたよ。子供投げに言われて一瞬俺は瞬きを忘れる。恋人を要求されたわけですから、当然求められればお答えするつもりでいました。事実抑えるのにも苦労していたようですし。千歳さんの視線の動きは分かりやすいというより、それと知らせようとするものだった。まあ宿泊は明日に響きそうなので、できれば遠慮したいところではありましたが。違う、なんだろう、そうじゃないというか、そんなに軽いものじゃないと思うんです。お互いがお互いを求める気持ちが高まって、どうにもならなくなった先がセックスじゃないですか。声が大きいです。いきなり口を塞がれてうっと息が漏れる。よくわかりました。なるみさんには全くそういう気持ちがないのですね。俺の手を覆う手のひらに力がこもり、反論が封じられる。今日のことを作品に生かしていただけるのなら、編集者としてそれ以上に望むことはありません。うん、不機嫌です。私が不機嫌になる理由などありません。では私は着替えてきます。今日はこのまま現地解散ということでよろしいでしょうか。いいわけありません。まだデートは終わってないです。はっきりしませんね。やれやれと千歳さんは臆病そうに首を振る。構いませんよ。今日はこの取材のために一日犠牲にする覚悟をしてきましたから。言葉のトゲが増している。ということで最寄り駅に着いてしまったわけだが、何の盛り上がりもないままに。俺はどうして自分の家の最寄り駅に千歳さんを連れてきたんでしょうね。てっきり家に連れ込まれるのかと思っていましたが、そのつもりではなかったのですか。家は多分妹がいるんで。ではこのまま帰らせていただきます。それだと今日は何だったんだって感じになっちゃうじゃないですか。千歳さんの麗しき水着姿に心がほうけたあたりが今日のピークだったということか。ではどうしろと。あなたに丸投げするということで話はついていたはずです。微妙にトゲが増してますよね。やっぱり勘違いじゃなかったんだ。私の機嫌を損ねる真似をしたという自覚があるのですか。これでも資料も含めて恋愛関係の漫画や小説は読み漁ったんだ。心当たりがないわけじゃない。何か言いたそうですね。腹に溜め込んでいたところで何の解決にもなりませんよ。その想像を千歳さんに当てはめるのはご都合主義だろうと思う反面、じゃあ言いますけど、もし当たっていたら幸せすぎて死ぬかもしれない。俺ともっと一緒にいたいとか、イチャイチャしたいとか思ってます。論外ですね。うぬぼれるのも大概にしてください。辛辣すぎません？だったらなんで怒ってるんですか。じとめのままの千歳さんに狼狽するあまり、ほとんど詰め寄る形になった。俺に興味がないなら、くだろうが早めに切り上げることになろうが、どうでもいいはずじゃないですか。あなた側から見ればそう感じるかもしれませんが。機嫌悪いですよね。俺にイラついてますよね。他に理由ないと思うんですが。なおも俺は千歳さんに迫り、肩に手を。仮にもしそうであったとしても、
わざわざ相手に突きつける意味がありますか？あれ不慣れを言い訳にはできませんよ。あなたはデリカシーがありません。肩を掴んだままポカンとしている俺を千歳さんはチラ見しながら肩を揺すってアピールしてくる。つまり話せということだとは思うけど。何を考えているんですか？吸い寄せられるように唇を重ね、チロチロと舌先で愛撫する。こんな場所で考えなしにも程があります。我慢できなくなっちゃいました。千歳さんのこと なんて可愛いんだろうって思ったら、とうに日は暮れているし人の流れからは離れてる。今この瞬間千歳さんに溺れるくらいは許されるはずなんだ。ずるい人です。そうやってあなたは無邪気さでごまかしてしまう。身を寄せ合う俺たちに意識を向けている人がもしいたとしても、それはそれ、周囲にこれ以上気を配る余裕は俺にはもう残されていなかった。結局どうするのです？私を抱くつもりなのですか？抱きたいかって聞かれたら、それはそうですよ。千歳さんのことが好きなんですから。抱きたいという点においては本当のようですね。お互いの体に影になっている俺の股間に千歳さんの手のひらがそっと重なる。それでどうするおつもりなのでしょう？俺がホテルに行きましょうって言ったらついてきてくれるんですよね？そうなりますね。どうしてですか？仕事だからです。それがたとえ建前や自分へのごまかしであったとしても。なるみさん、頬の裏を思いっきり噛みしめ、自分の血を味わいながら千歳さんの肩をそっと押す。俺はあなたのことが大好きで、そういうことは本当に好きな人同士じゃないとしちゃいけないと思うから。先日の行動と一貫しているとは思えませんが。それを指摘されたら謝るしかないです。帰ってよろしいのですね？あ、送って。結構です。キビスを返した千歳さんはそれきり振り向きもせずに歩き出す。遠ざかっていくハイヒールがアスファルトを叩く音は完全に俺を責めるものだった。怒るのも無理ないよな。既成事実化を狙って無理やりエッチしたようなものなのに、急にこんな綺麗事を言い出して、自分でも自分がわからない。ただ千歳さんのことが大好きで大切だってことだけははっきりしてる。俺ラブコメ書いてるくせに恋について何一つ分かってなかったんだな。恋って苦しいし怖い。全然望んでなかった形で今後の創作の糧を得たことだけは間違いなさそうだった。玄関のドアが閉まる音を聞いた途端、私の中で何かが切れてしまった。リビングにたどり着けないままその場にへたり込んでしまう。誰が大人よ、あんなみっともない態度ばかり。取材だと本当に割り切れているのならホテルに行くことくらいできたはずだ。彼が言わせようとしていることを理解した上で、あえて譲れるくらいには大人だったはず。あんなに頭に血が上ったのは言い当てられたから。彼は今日の私をどう思ったのだろう。今日のあれはデートと呼べるものだったのかしら。モヤモヤが胸に残っている。本当なら今頃は一日の汗を流して彼と。
やだ、私。股間に感じた熱と潤いは、できれば自覚したくなかったものだ。自分で自分がわからないわ。創作のためだというのなら、この気持ちはありのまま彼にさらけ出すべきなのだろうか。不安も戸惑いも、小さくはない期待も、少女のような胸の高鳴りも。できるわけない。ならどうして私は今日の茶番に付き合ったのか。いくら問いかけても答えは見つけられそうになかった。うまくまとまるかと思ったけど、そんなことはなく、難しいよなぁ。いやなんかね、まあ、お互いにうまく、なんて言うんだろう、割り切れない部分と、かといって、じゃあなあなあでっていうわけにもいかない部分があってさ、これは本当に悩ましいね、この二人。どっちかだけがすげえ悪いわけではないんだけどさ。いや、じゃあ、どうなんだっていう、なんかさ、悪い悪くないっていうのがもうね、まあ、そうだね。何を基準に答えればいいんだろうっていうのがさ、もうなんか曖昧になっちゃってる感じがするよね。まあね、ちょっと、いや、すごく楽しい時間が最初あったからこそ、なんかこう、終わりがうまく締まらなかったなっていうのが、余計にこうさ、ちょっとなんか、デートでなんか失敗しちゃったなっていう感じが余計に感じちゃうよね。まあ、これで終わりってわけにはいかないでしょうからね。ちょっとまだ、もうこの二人どうなっちゃうんだよ。はい。じゃあ、てなわけで一旦今日のところは締めます。ちょっとまたこの続きもね、またすっごい気になるんですが、まあ、とりあえずちょっと今日のところはこの辺で終わりましょう。今回もご視聴ありがとうございました。よかったと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととってもとっても嬉しいです。もうね、二人に何かね、思うことがあったら都度コメントで物申してあげてください。というわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。